すぐる、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 すぐる浜中。浜中すぐる、お前、何やってんだよ。は？すぐる。2023年の阪神カップ、ダディーズビビットの騎乗。あれはなんだ？すぐる。確かにダディーズビビットは故障明けだったけど、走りを見る限り関係なかったように思うぞ。ダディーズビビットは急着。9番人気だったから順当じゃない？確かに旗から見れば浜中すぐるの騎乗はそれなりに見えるかもしれない。超ハイペースで誰もが行きたがったから、ダディーズビビットが押しても前に行けないし、前半3ハロンで馬券的には諦めてたよ。それならどうして浜中に詰めたいのよ。すぐる、浜中すぐる、お前なんでいつも焦ってんだよ。それで強引な競馬で負ける。ナムラクレアのスプリンターズステークスの敗因そのまんまの競馬して満足か。すぐる、は？もっと言うとお前顔面蒼白で強引な騎乗をしまって王者校で勝ったけど批判されまくったミッキーアイルのマイルチャンピオンシップから何も変わってねえぞ。すぐる、お前は確かにダディーズビビットに乗り続けた主戦手だし、この馬でっていう気持ちも感じるよ。でもよ、残り600メートル付近で手綱引いてんじゃん。短距離では致命的な振りだぞ。これ前が一段で抜け出せそうにないから強引に馬群から出ようとして、ダノンスコーピオンに寄られたのもあったけど、これは痛いって。おお、すぐる、さらにお前、直線では進路がない。またまた団野のダノンスコーピオンが進路変更した直後確保した進路に入ってきて、強引に外に。お前後ろにミッキーブリランテがいて急ブレーキしてんじゃねえか。すぐる、浜中すぐる、お前これで本当にいいのか。ナムラクレアと同じような強引な騎乗をして、位置取りに行った挙句失敗してドツボにはまり、後ろにも迷惑をかける。すぐる、俺はお前にこのレースでママコチャと川田優雅にすぐるとナムラクレア涙を飲んだスプリンターズステークスの一種返しを期待してたんだぞ。すぐる、浜中すぐる、そのレース阪神カップでよ、スプリンターズステークスで強引だと、上手くないと批判された騎乗の焼き増しみたいな騎乗をして、悔しくないのか。すぐる、浜中すぐる、は？そんなすぐる、お前に一つ提案がある。お前の強引な騎乗は精神的な問題だ。リーディングジョッキーだったし、すぐるの騎乗技術は誰も疑っていない。だからすぐる、精神の修行のために高野山でごま漁をして精神を高めないか。修行するぞ修行するぞ修行するぞ。嫉妬、焦り、不安、今の浜中すぐるの心はそういう負の感情に取り込まれて、それから逃れるように強引な騎乗をしているように見えるぞ。神に帰依するのも一つの道じゃないのか。すぐる、すぐる、あらゆるものを汗のように流してデトックスした整ったニュー浜中すぐるを来年は見せてくれよ。俺、新宿24会館のサウナでニュー浜中すぐる、新しい浜中すぐるのスターチャイルド、全裸で整いながら待ってるからな。頼んだぞ、すぐる、浜中すぐる。そこは有名な発展場じゃねえか。こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は2023年の阪神カップの開校やっていこうと思うんだけど、レースとしては結構面白かったわね。1着は競馬ゆっくりのノーマークの1400メートル校舎。ウィン・マーベルだったわね。そうね。でもさ、これウィン軍団のコンビ打ちじゃないの。ウィングレイテストに先手を取らせて前を早くして、内枠に入って有利なウィン・マーベルにいい足を使わせるさ。はあ、いるよね、こういう陰謀論者のおっさん。にっこり。でもねー、ウィン軍団のこの2頭は本当にいいコンビネーションを発揮してるのよ。どういうことなの？阪神内回りは絶対的に内を回る方が有利だし、前に行った方が有利。それも競馬場も12月開催の1ヶ月しか使わないから芝の状態は内でも良好だし、そういう意味ではみんなが前に行きたすぎて、前が超高速で渋滞するという変な競馬になった。なんか、競馬の形がローカルの開幕週みたいな競馬だったわね。
とりあえず中立が現役の時は中立が乗る桜爆心王3区買ってやよかったからねー。クソジジイがバレるぞ。おい、で。前にみんな殺到した結果。前半3ハロン 33.1 秒で2ハロン目が 10.2 秒、3ハロン目 10.6 秒という狂ったようなハイペースになってしまった。逆にこのペースで大外枠からガンガン逃げて、ウィングレイテストは8着で上がりが 35.3 秒使えてるし。G1 だと難しいけど、重賞なら枠とメンバーに恵まれればまだまだ稼いでくれそうね。ちなみにコーナーの減速紙のラップで4ハロン目 11.2 秒。5ハロン目 11.4 秒だからね。さすがにアメリカみたいに最初からバチバチやってれば前が潰れるよね。そして5ハロン目からの上がり3ハロンのラップは 11.4 秒、11.6 秒、12.0 秒。11.4 秒はコーナー紙だからね。こうして見ると1200メートルまではみんな垂れずに頑張ってたけど、残り200メートルの坂でみんな垂れてしまった感じね。ってことはタイムは減速ラップのように思うけど、等速くらいのラップってわけね。前はスプリント戦をやって残り200メートルで潰れた。と。だからラスト1ハロンが等速気味なのは後ろの馬に変わったとね。そうね。ただウィン・マーベルは内枠からスタートして、前有利で渋滞した内をハイペースを見越して早々に見切りをつけて、外の進路を確保して足を伸ばしての勝利だけど、上がり自体はメンバーでも早くなく 34.5 秒。そう考えると短距離戦でスプリントのペースだけど、残り200メートルのスタミナ勝負になって走り切れた馬が勝ったってことね。だから1400メートルの適性がスプリントの適性と微妙に違うってわけね。だからママコチャやピクシーナイトなどは残り200メートルのスタミナが足らなくて負けてしまった感じね。まあ、その分前半の行き足はスプリントの適性のある馬が強いからね。1400メートル後車のダディーズビビットがいつものように前に行けなかったのも故障明け以外にも理由があるわけね。結果を見てみるとスプリントでは1枚落ちるけど。っていう1400メートル後車が上に多いでしょ。ウィン・マーベル、グレナディアガーズ、アグリ、グレイングリーン。外枠の振りで川田優雅も流れに任せて外回したのもあるけどママコチャがスプリントでは負けない馬ばかりだし。おお。じゃあ、ママコチャはスプリントならわからないということ？今回は5着だけど、変な敗戦じゃないでしょ。ただ絶対能力でスプリント王者になったわけではなくあくまでも適正や不確定要素の枠の助けがなければコロッとスプリントでも負ける王者であるということだと思うわ。絶対王者ならここで勝ってるってわけね。だから来年も短距離路線は戦国時代ね。ただママコチャは枠が悪くなければ全然強いからね。おお、2着のグレナディアガーズは惜しい。惜しい2着。ここは引退レースだったから勝ちたかったわね。まあ、シュボバ売却益かなんかで結局海外遠征の損失をペイできそうだし。2着でも出資者は金銭的には。って思うけど、勝ちたかったわねー。上がりは 33.8 秒の最速だけど、本当にいい時なら差し切ってたと思うし、もうお疲れ様って感じね。日本ではシュボバとしてやりやすい血統だし、シュボバとしても成功しそうね。フランケル3区は世界的に求められてるからね。種付け量は、250万円かな ?300 万円かなって予想するわね。おお、競馬ゆっくりの本命のアグリは3着。浜中くんさ、ルメールのこの騎乗を見てどう思う？お前とは違ってめちゃくちゃスムーズで神のごとき騎乗をしているぞ。は？外枠スタートからうまく左打ちでコーナーを回って、直線もスムーズに進路を確保しての100点満点の騎乗。芸術的だよ。おお、これで勝てなきゃ調教師の仕上げや馬の問題だよ。うまいルメールうまいよ。ルメニートマンねー。有馬記念もスターズオンアースで奇跡起こすかもね。買わないけど、これできたら逆進よ。4着のグレイングリーンは岩田未来がよく乗ったわね。今回はいい騎乗だったけど、ルメールになるには直線での進路を迷った感があったからそこさえなければね。でもいい騎乗ね。浜中、後輩に抜かれてんぞ。浜中愛の説教部屋。グレイングリーンは1400メートルならどこかでリステッドを勝ちそうだけど、
この馬決め手はそこそこあるけど前線満の匂いがするし。買うなら副賞かもね。いるよね。そういう馬。さて、これで掲示板の馬は解雇したけど、他に気になる馬はいるの？このレースは順当2400メートル適正が出てた賞の着順の差は騎乗や回ったところで変わったけど、おおむね1400メートル適正かける能力通りの結果じゃないかな？おお、気になったのはええやんね。この馬春はものすごい期待されたけど、秋の結果を見ると今後は厳しいわね。小回りで内枠引いて、定量戦でこの結果じゃ、来年はいらないわね。辛辣ね。対照的にウィングレイテスト。この敗戦は惨敗に見える9着だけどかなり未来が開けた負けね。スプリントのペースでもついていけて、上がりも頑張れることを証明したし。今回大外枠でこれやってるからね。内枠だったら違ってたと。今までマイルとか1800メートルを使っていたけど、スプリントからマイルでやれる手応えをつかんだし。番組には困らなそうね。これは来年たくさん出走して稼いでくれそうね。羨ましい。羨ましい。競馬ゆっくりも来年の一口はスタッドリーやプリムドールのオックファミリーが期待できるじゃない？オックさんがまたストロングゲーやってんだよな。は？詳細は別の動画でやるけど。シルクもオックさんも志高すぎだよ。その点ウィンは稼ぎ方と勝ち方知ってるよね。それなぁ。以上になります。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。